私はうちのについてこの基地まで逃げ帰ってきた他部隊のパイロットに聞いてみた。そんな敵に挑みかかったハンコ小隊2機があったんだという。味方が撤退するまで支える盾。どんな大バカ野郎なんだか顔を見たくなった。随分遅れて最後に祈祷したのは痩せっぽちの政治犯野郎だった。そんな罪をかぶせられたのが何かの間違いみたいに、いつも人よしそうにニコニコしてる男だ。こいつが何かを見てたかもしれない。私は先に誘ってみた。世間話から始めて、そろそろと探りを入れてみる。政治犯という罪歴と普段の態度がそもそも矛盾しているやつだった。こいつの話すことときたら図書館の本のことばかりだ。それもハイスクールの図書館で読んだたわいもない冒険小説の。ああ、私もその類のストーリーは嫌いじゃなかったさ。だが今はそれよりも聞きたいことがある。ああ、そん時のことか。雲の渦の真ん中で味方を撤退させようと頑張ってる変態がいた。大バカ野郎だな。そう思ったね。その上、見たこともないような腕前の鉄器が現れて、そいつらを端から食い出した。一機ずつ、一機、また一機と。だが、それを助けに行くさらなる大バカ野郎なんていなかった。お前は遠巻きに見物してたってわけだ。ああ、俺もまさか自分があんな中に突っ込んでいくことになるとは思ってなかった。長い長い回り道の末、やっと聞き出すことができた。こいつじゃない。こいつはこいつの変態猟奇に引きずられてあそこに踏みとどまっただけだ。大バカ野郎はあのハーリングを殺した男で、気分はどうだった？今でも肝が冷えてるよ。だがちょっといい気分でもある。大バカ野郎だな。ああ、やつがな。私はハンガーに行ってトリガーの機体のエンジンを嗅いでみた。この焦げ臭さは無理に無理を言わせてぶん回した匂いだ。正体が分かればそれでいい。私はこの大バカ野郎のことをちょっと離れたところから見守るだけだ。父さんができなかったことをやってのけたやつなんて肌が合いそうにない。ああ、けどいざという時のためにほんのちょっとした魔法をやつの機体に仕掛けといてやるくらいのことはしておくさ。整列。前回作戦の命令違反により独房へ入っていた者もそこへ並べ。命令違反を繰り返すことは絶対に許されない。肝に銘じよう。我が軍にとっての脅威は大量に供給される敵の無人機群だ。諸君らはエルジア領内深くへ侵攻を起とする我が軍主力の道を開くために敵の燃料プラントを破壊しなければならない。司令部によればバルティ旅行の生成基地から定期的に内陸へ燃料を輸送している形跡がある。おそらく各地にある無人機の基地へ燃料を供給しているのだろう。独房で糧食を外された者には心当たりがあると思うが、無人機を黙らせるためには飯を与えないことだ。河口側から侵入、敵の対空火器を殲滅し、両岸にある燃料基地及び石油タンカーを破壊せよ。諸君らは戦力ではない、ステージだということを忘れるな。囚人ども、滑走路手前で待機しろ。
ャンプが落とされる直前、あいつ弱気になってやがった。強がったふりしたって分かったぜ。あの臆病者、臆病者はどっちだ。尻尾巻きやがって逃げたんじゃねえ、撤退したのさ。まあ気持ちは分かるよ。誰だってうんざりしてたさ、あの戦場は。気分が悪いぜ。サバラシだ、壊しまくってやる。ターゲットを視認した。石油タンクがたくさんある。船は軍艦じゃねえ、他にもいろいろと建物がある。目につくものは手当たり次第破壊しろ。わかりやすくて結構だが、とても軍隊とは思えないな。お前らがまともな軍人だとでも言うのか。よし、いいだろう。こんな仕事ならいつでもやっ
してやる。ゼンキ、まもなくメガストーム・イネッサ2が到達する。よし、タンクローリーを出せ。走行ルートは分散させろ。1滴でも多く燃料を運び出すんだ。メソのタンクローリーが逃げ出したという情報を得た。衛星で見張っていた司令部からだ。探し出して燃やし尽くせ。アーセンレーダーに出たり消えたりする。サンドクラウドだ。砂煙には切れ目がある。そこでならレーダーに映る。レーダーに映った瞬間を見逃すな。レーダーとにらめっこしてトローリングだな。性に合わねえ。サンドクラウドの中でも近づけばロックオンできる。確かなのか、その情報は。簡単に言いやがって。一人で探す。お前らはお前らで探せ。カモンさ、そうした方がいいな。ミサイル発射。タンクローリーの破壊を確認。残りも仕留めろ。ザナンヤメ、目もいいようだな、トリガー。高度を下げないとデザートハイウェイが見えないと。厄介なところに隠れやがって。今レーダーに映った。行くぞ。目標破壊。スペア2カウント。貴様どこまで行くつもりだ。エルジア支配地域に近すぎる。戻れ。命令通りローリーを探してるのさ。文句言われる筋合いはないはずだ。車両破壊。立ち上る煙が奴らの目標だ。詩人だな、バンドック。奴らガス欠にならぬのか。タンクに積んでる燃料があるだろうな。航空燃料で車は出しなんだろう。ディーゼル車なら走れると聞いたがね。バカ話はやめろ。さっさと目標を探し出せ。スペア隊、新たな敵機が接近中。参照点より方位350。北からか。カウントの機体を捉えたのか。待て、俺のせいにするな。敵はエルジアの無人機と思われる。また UAV か。なんで俺たちを向けんだよ。作戦の目標はあくまでタンクローリーだ。変更はない。タンクローリー追ってる場合じゃねえだろ。クマ来るぞ。無理ばっかり言うんじゃねえ。言われた通りやってたら命がいくつだっても足りねえな。ダメだ、まずタンクローリーを破壊しろ。タンクローリーの破壊を確認。逃げても無駄だぜ。続けろ、敵を引いて燃やし尽くせ。 UAV がダメだ、なんとかしてくれ。逃亡した者がどうなるか、もう忘れたのか。地雷を素手で掘り起こすような任務に送り込んでやるぞ。俺は残るぞ。ユーカーの野郎は大したくでもねえのにまだ生きてやがる。なんでだと思う。トリガーか。ヤツといた方が生き残れる。タンクローリーはどこだ。トリガーがターゲットを破壊。またトリガーか。いや、航空燃料はむしろ燃えにくい。あれは無駄口を叩く暇があったら一台でも破壊してみろ、役立たず。まだこの爆発だ。いつまでも飛べると思うな。さっさとターゲットを探し出せ。スペア15、ターゲット撃破。また一台やった。壊滅させてやれ。タブロイドの野郎の真似をするんだ。システムの調子がおかしい。不調機では戦えんからな。俺は離脱する。ほら吹き野郎、無人機呼び寄せといて逃げるのか。勝手に行くぞ。ダコの相手は任せるぞ。トリガーが UAV を撃墜。あの大場の野郎がまた追っ始めたぞ。今の撤退するんだ。タンクローリーを追えば背中がボスになるね。トリガーを狙ってそれでもやらせてもらうかな。気分爽快だ。知ってそうな口ぶりだな。情報はただじゃくれてやれないね。ターゲット破壊。上電だ。まだ隠れてやがった。よし、かなりの燃料が煙になったが、まだ隠れているかもしれん。ブルバンドの機体付近に目標を確認。よく探せ。まずい、背後取られた。
注意、敵のロックオン。了解した。そいつが最後の1台だ。司令部が連絡をよこした。全機帰還しろ。これだけローリーを燃やせば無人機もしばらく腹をすかすだろう。やっほー、できることだ。トリガーについてきゃ生き残れるっていうまじないはなかなか効果があるな。それをまじないなどと言っている奴は早晩死ぬだろう。その通りだ。ただの偶然さ。なんだ、聞こえる距離にいたのか。カウント、高高度で聞き耳立ててたんだろうぜ。空で何も学んでいないようだな、カウント。ああ、トリガーから学ぶことなんざ何もないさ。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。上級司令部の覚えが良くなっているだと？囚人ともはどうでもよい。私一人が評価を得れば十分なのだ。